龍沢寺は、静岡県三島市にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、円通山。修行道場として騒動があり、龍沢騒動とも呼ばれる。白院絵画の皇帝である、東霊園寺による創建。この時東霊は、死の白院絵画を解散に生じている。そのため現在では白院を、龍沢解散、東霊を、龍沢創建として、 解散道に祀っている。その後、明治の廃物希釈で一時衰退したが、対象になり山本憲法により、白院の古道場として復活した。現在の住職は、後藤坂江山。伊豆八十八箇所令状、第二十一番札所であるが、年八回行われている接信。座禅戦一修行期間中は、境内の立ち入りに制限が入る。近世の知事によれば、 平安時代初期、空海が今の東京都港区あたごに創建したとされ、慶長年間林在修に改修されたというが、近世以前の寺市は半然としない。林在修中高の祖と言われる白印絵画の皇帝東霊園児によって、1760年に創建された。この時東霊園児は、市の白印を解散に生じた。同年4月、 多くの修行像が集まり最初の結成が行われた。ただし、この時の地は現在地とは別である。翌年の1761年9月には現在の地に法上栗が完成したので、改めて市の白銀栄閣を迎え解散入事の神道が行われた。明治時代、星ただしも志が再興するが、その後は荒れ寺となっていた。大正4年、山本元法が 廃寺同然の流沢寺に入り、修行道場として復興した。山本の元には、著名人が多く参戦し、第二次世界大戦末期の首相であった、鈴木勘太郎に無条件降伏を進言したのも、山本であった。山本の後は、中川総延、鈴木宗忠、中川玉堂、後藤栄山が住職を務めている。静岡県三島市沢寺 326JR。 東海道本線三島駅から車で15分、伊豆立間道、三島鴨もインターより車で5分路線バス、富士急シティバスにて、三島駅南口から20分三島駅、南口、初光が丘経由、沢地域路線、龍沢寺入口停留所にて下車。タクシー、三島駅北口より、タクシーで10から15分、昭和平成前送電審判臨在改変春秋車。 発行2010年 184p ありがとうございます。